上げ地獄を横目に下っていきます。道幅が狭い、対向車注意、チェックしながらカーブミラーで情報を得る、先を見る、回り込んだコーナー、対向車チェック、クリア、ブレーキ回り込んでる、カーブミラーチェック、ストレート、カーブミラーチェック、高い S 字、対向車チェックチェックチェック、対向車が来そうだね。チェックチェック、さっき河原毛地獄で硫黄臭めちゃかぎまくったせいでちょっと頭痛い、酸素足りないのかな、有毒ガス噴出することもあるってあったから頭やられた、車のスペースを空けつつ、直角以上の角度がついたコーナー、おお急に上りになった、景色がすごい、微妙なところでしたね。
か路面が荒れてる。そして道幅が落ち葉によって狭い。秋ですね。下りになった。うわ、その先にワインディングロードめっちゃ続いてる。こっちも緩やかなカーブ。橋、うわ、オレンジになってる全部。下りだ。下りは特に速度に注意。オーバースピードはブレーキに負荷を与えすぎるんで。さっきよりも道幅がありますね。でもはみ出してくる人いるかもしれないから注意。こっちは段差が、よいしょ、なんか飛んできた。カーブミラーチェックチェック。うわ、ヘアピンカーブが続いてくぜ。落ち葉で道幅が狭い。連続ヘアピン。 Google マップがやば。内臓みたいな、内臓が体内で巻かれている状態ぐらいのカーブの連続。ほら、うーでも、そして路面もあれで大変だな。まあでも道幅が一応まだあるのはせめてもの救いで、路面もそこまで荒れてない、綺麗な方だ。まだヘアピンが続く。あと3つ4つぐらいこの区域で続いてる。ここもう一個複合コーナー、さらに続いてる。
度調整だね。オーバーしないように。二速まで必要だ。うわめっちゃ回り込んでる。うわお。なるね、この楽しさ。ここもすごい回り込んでる。二速まで落とさないと無理よ。満足でいいかな。ここは二足っぽいぞ。次ここが二足。今ちょっとブリッピングミスった。回り込んでる。めっちゃ回り込んでる。うわお。ここもうわすごいな。2速でエンジンブレーキ効かしながら流してるけど面白い。そろそろ3速。出口を待つ。出口が見えたら踏む。あ、また。勾配が きついです。7%。まだくねくね続いてるのが Google マップで見えた。超過酷な道。こういう道を走ることもこの日本縦断の旅で想定してたんで、ブレーキパッドやディスクブレーキもアップグレードしててよかったっす。ディクソー、ディクソー、いたー。ちょっとワンランク上の
制動力とかいいパッドです。タイプ M みたいなやつあるかな。ストリート仕様ではあるけど、あ、そうそう、ブレーキオイルもなんだっけ、普通だったらドット3が普通でしたっけ、ドット4のワンランク上の沸点がもうちょっと高めのやつだったかなに変えてます。足回りもちょっと固めのダウンサスに変えたし、ダンパーもオイルを固めのやつに変えたし、ストリートでこういった峠道も楽しく走れる仕様、柔らかくロールがうーんってするんじゃなくて、でここでこういった道を走るときに効いてるのがフルバケ、しっかり体をホールドしてくれて狙ったところにラインを乗せやすいですもんね。日が落ちてきましたね。もうそろそろ終わり、ちょっとエンブレ使いながらスピード調整、対向車も最後の最後まで来ないとも限らないんで、しっかり注意しながら、落ちて走ってたら熊の親子見ましたもんね。まあそれが実際に野生の熊を見たの初めてですけどね。熊牧場でたくさんの熊を見たけれども、油断禁物、ここも二足の場所、やったーゴール。お疲れでしたー。